事件に巻き込まれた大韓航空のエアバス A380 型、機大韓航空ナッツリターンは、2014年12月5日、ジョンカイケネディ国際空港で、離陸のため滑走路に向かい始めた大韓航空86便で、ファーストクラスの乗客として乗っていた大韓航空、副社長、長ン賀が、機内提供のナッツを発端に、客室乗務員に対して、クレームをつけ、 旅客機を搭乗ゲートに引き返させた上で、シーフパーサーを86便から降ろし、運行を遅延させた事件である。創業家である、超一族の家族経営体制に対する批判の声が高まるきっかけとなった。大海航空ナッツリターン事件、大海航空ナッツ開港事件、あるいはしばしば短く、ナッツリターン、ナッツリターン事件などと呼ばれている。 大韓航空 A380 型機のファーストクラス2014年12月5日午前0時50分、アメリカ合衆国、ジョンカイケネディ国際空港から大韓民国、インチョン国際空港に向かう大韓航空86便にて、事件は起こった。滑走路へ向けて、プッシュバックしているとき、本機のファーストクラスに登場していた大韓航空の副社長、張健が日本機に乗務していた。 客室乗務員が、マカダミアナッツを袋に入れたまま提供したところ、蝶がこれに対して、機内サービスがなっていないと激怒し、CA に対して、今すぐ飛行機から降りろと指示した。大韓航空の説明によれば、CA が、ナッツ提供の接客作法について、ナッツアレルギー乗客への対応マニュアルに従った、行動だったと蝶へ説明したところ、怒りが、さらにエスカレートし、 マニュアルを見せるように要求した。叫び声を聞いた、チーフパーサーが、CA の代わりにマニュアルを見せようとタブレット端末を持ってきたが、正しいパスワードを入力できずログオンできなかったため、マニュアルが見せられなかったという。その結果、長は、チーフパーサーに対し、CA の代わりに飛行機から降りろと絶叫した。当時、ファーストクラスには、長ら二人の乗客が乗っており、 蝶の怒鳴り声は、ファーストクラスの後方に位置する、エコノミークラスにまで聞こえるほどだったという。大韓航空のマニュアルによれば、CA は袋に入ったままのナッツを乗客に見せ、欲しいという意向を聞いてからギャレーに戻り、マカダムやナッツを紙に乗せて提供することとなっていたという。蝶は、離陸準備のために搭乗ゲートから滑走路へ向けて、プッシュバックし始めた飛行機を、 チーフパーサーを降ろすために搭乗ゲートへ戻すよう、機長に指示した。機長は、すでに滑走路へ向けての移動中で搭乗ゲートには戻れないと説明したが、蝶は関係ない、止めろと指示した。機長は蝶が激光している理由を知らなかったが、搭乗ゲートから約17メートル更新した場所で、一旦停止し、3分2秒後に搭乗ゲートへ引き返した。この際、 空港管制官にランプリターンを要請して許可を得ていたことからランプリターンならぬナッツリターンだと揶揄するメディアもあった。結局、同期はチーフパーサー不在のまま20分遅れで出発し11分遅れでインチョン国際空港に到着したが一連の運航状況について機長から乗客には支援理由も含め一切事情の説明はなかった。韓国外のマスメディアが 一斉にこの問題を報道したことから、事件は世界的に広く知られるようになった。韓国国内の航空法第50条1項で、航空機の乗務員に対する指揮、監督は機長が行うと規定されているため、自社の航空機に搭乗していた長が、機長に指示を与えたことは、越権行為に当たるのではないかとの批判があった。大韓航空では2013年4月にも、 乗客として登場していたポスコエナジーの乗務が、機内食として出されたラーメンをめぐって、クレームをつけ、女性 CA に暴行した事件が起きているだけに、超副社長に対して、第二のラーメン乗務だ。ラーメン乗務に引き続き、大韓航空では、ナッツ副社長も誕生したという非難や、ナッツ姫と揶揄される対象になった。この騒動を受けて、韓国のポータルサイトダウムにて、大韓航空の名で、 このような騒動を起こしたことで、韓国に恥をかかせたとして、大韓航空の社名及びロゴを変更すべきという声が上がり、署名活動が行われていることが報道された。長は2013年5月にハワイ州で双子の男児を出産したが、海外の国籍を取得させることで、大韓民国国軍の兵役を逃れるため海外で出産したのではないかと批判されたことがあり、 社内の評判も良くなかったと言われている。また、蝶の兄が過去に市民を同活する発言をした事件が無視介されたり、実前が今回の事件では必ず復讐して姉の敵を取るとツイッターで発言したりしたことも韓国国民の反感を買った。後日行われた調査の結果、蝶を不正に保護する目的で会社ぐるみで 蝶に不都合な関係者の怪獣を隠ししたことが明らかになった。航空機から降ろされたシーフパーサーが会社から自らの意思で航空機を降りたと証言するよう強いられたと証言しており、大韓航空が会社ぐるみでこの騒動を隠蔽しようとしたことが明らかになった。国土交通部は大韓航空が従業員に虚偽の証言をするよう働きかけたほか、蝶が 虚偽の証言をしたことも明らかにしている。チーフパーサーが記した事件の確認書に対し役員が書き直しを要求。チーフパーサーは小学生が書き取りで間違えたとき先生に書き直しなさいと言われるように10回も修正させられたと証言した。また唯一の事件現場目撃者だったファーストクラスの韓国人女性の乗客も懐中しようとしていた。 女性は役員にお詫びに大韓航空のカレンダーと飛行機模型をあげると電話で言われた。そしてマスコミには確かに謝罪を受けたと言ってくれとまで言われたと韓国紙ハンギョレに語った。2014年12月9日、長が全ての役職から退くつもりでいると辞任を表明した。蝶の父で関心グループの代表取締役会長や 平昌オリンピック準備委員会委員長を務める長、両氏の義も顧客に不便をおかけしたことを深く謝罪するとコメントを発表し、後日開いた記者会見でも娘の教育が間違っていたと述べ謝罪した。12月14日、全副社長の長は謝罪のため、出席した GF パーサーの男性と女性乗務員の自宅を訪れた。二人とも不在だったため、長は謝罪の署名を残した。 2014年12月11日には国土交通部より長県画の出頭要請が出された。これをはじめとして国土交通部は調査チームを編成し乗客から聞き取り調査を行った。また市民団体、産与連帯からの告発を受け検察が航空法違反の容疑で大韓航空本社を固く捜査した。16日国土交通部は 超剣賀を検察に告発し、翌17日には、この騒動は航空法違反と判断し、大韓航空に行政処分を下すことに決定した。大海航空は最大21日間の運航停止、または14億4000万ウォンの課長金が課されるとされた。また、韓国の検察も同日、 航空保安法の安全運航に協力する義務を定めた条項に違反した疑いで、長領しのぎに対する本格的な捜査を開始した。2014年12月24日、長県がに4つの容疑で逮捕状が請求された。韓国では憲法より国民上著法が優先されるとも言われ、ここに至った背景には世論の強い後押しがあった。12月30日、同時に、 従業員に虚偽の供述を強要するなどしたとして、大韓航空乗務も逮捕された。また、この乗務に調査内容を漏らしていたとして、国土交通部の調査官も4日前の26日に逮捕されており、国土交通部と大韓航空の誘着についても調査が始まった。2015年1月19日、ソウル西部地裁で初公判が開かれ、乗務員への暴言は認めたものの、 航空法案法違反については否認した。弁護側はまだ離陸していない状況で発生した事件であり、航路変更を罪とする航空法案法に違反していないという解釈を提示したが、裁判官は航空機のドアを閉めた瞬間から航行中であるとして、弁護側の主張を退けた。2月12日、ソウル西部地裁は庁に対し、航空機安全阻害防講罪と、 航空法案法違反で、懲役3年の休刑に対して、懲役1年の実刑判決を言い渡した。蝶は数通の反省文を提出し、会長の蝶両子の儀も出廷して、意見を述べるなどしたが、実刑は回避できなかった。また裁判中におずしたり、実刑判決言い渡しの後は、泣き崩れたりするなど、感情的な側面を示した。判決の翌日、蝶は、 ソウル西部地裁の判決は事実5人と、量刑不当があるとして控訴した。2015年5月には、交際での判決があり、裁判所は、蝶の行為について、業務妨害罪や共用罪で有罪とした一方、一審では有罪だった、航空法案法上の航路変更罪は、無罪とした。これに、韓国の検察は控訴した。2017年12月21日、 最高裁は、高裁の判決を支持し、高裁で下された、懲役10月、執行猶予2年の刑が確定した。なお、懲は猶予判決により、2015年5月に釈放されている。ボールに盛り付けられた、マカダミアナッツ。ファーストビジネスクラスでは、通常袋から出した後、所定の食器に盛り付けるが、エコノミークラスでは、袋入りのままで提供されることもある。 この騒動で韓国内ではマカダミアナッツの売れ行きが急増した。以前から韓国1大財閥企業の2世、3世による不祥事や批判はあったが、今回の一件で世襲や同族経営への批判が爆発し、他の同族企業経営にまで飛び引きしそうな勢いとなった。ある韓国市は意に沿わない社員を見せしめ的に解雇するような理不尽な対応をする。 創立者一族をモンスター一族とまで呼び避難し、同族が若くして管理職に抜擢される不公正さを証拠として提示している。2018年3月、一度は解雇されたはずの長、元副社長がグループ会社の経営人として復帰することになり、この事件に再び注目が集まった。このゲートとは、最純実ゲート事件のような事件という意味ではなく、 搭乗ゲートへ開港するという意味である。このチーフパーサーは12時間後の午後2時発の大韓航空82便で帰還した反省文は1日に3通、記載した日もあるが内容は習慣されている環境や食事の内容など感想文的なものであった。ありがとうございます。